それでは準備に入った選手の紹介をいたします。ゴールテンペナルティの1番アズマハン、ディフェンダー41番高橋翔平、ディフェンダー3番大井健太郎、ディフェンダー35番森下俊、ミッドフィルダー13番宮崎彩子、ミッドフィルダー8番武蔵野、ミッドフィルダー4番川野真帆、ミッドフィルダー10番中村俊輔、ミッドフィルダー11番松浦真也、ミッドフィルダー9番大谷翔平、フォワード20番川本健吾、続いてサブスティテューションゴールキーパー1番八田直樹、ディフェンダー2番中村大輔、ディフェンダー4番桜内美智、ミッドフィルダー14番松本雅也、ミッドフィルダー15番阿田裕樹、ミッドフィルダー23番山本康介、フォワード18番小川航基、そして監督は長野博。以上、ジュビロ